雪家が大敗を起した砂又川の戦いの、ひみなもと雪家は、平安時代末期の武将、川内源時代五代源本、ためよの十男、はじめの名乗りを吉森という、新宮十郎、新宮幸家とも、持人王の挙兵に伴い、諸国の源氏に、持人王の領事を伝え歩き、平家打倒の決起を促した。永次年間から高次年間の初めに、 源のため吉の柔軟として生まれる。母の名は伝わっていない。熊野三山の養殖についていた、新宮別当家着流の行藩の妻となった鳥居善二の同母亭。しばらく、熊野新宮に住んでいたため新宮十郎と称した。平治元年の平治の乱では兄、源よしとに味方して従軍。戦闘には、敗れるが、戦線離脱に成功して、熊野に逃れ、その後、 約二十年間、同地に私服する。自称四年、摂津源氏の源の頼政に召し出され、山伏に奮して、持ち人王の平血伊藤の領事を各地の源氏に伝達した。八条院の倉人に補いされ、雪家と改名したのはこの時である。なお、各一本平家物語によると、雪家の動きは、熊の別ッを不可思像に気づかれて平家方に密告され、 持ち人王の挙兵が露見する原因になったという、老いの源の頼朝に決起を促したのも、雪家であるが、頼朝の帰化には入らず、独立勢力を施行した。三河国、尾張国で、勢力圏を築きつつあったものの、要和元年、同じく老いの源の義援らと共に、尾張国のスノマ川の戦い、三河国や萩川の戦いで二回に渡り平、重平ら、平家方と交戦。 壊滅的な敗北を喫し、頼朝の元に逃れて、相模国松田に住み着いた。しかし、頼朝に所領を求めるも拒否されたため対立。以降は同じく老いの源の義仲の幕下に走っている。義仲の下では、能登国の四方山の戦いに参加。上落にあたっては、伊賀方面から進行し、平江ぐと合戦を演じた。樹影2年。 吉中と共に入居、後白河院の前では、吉中と序列を争い、相並んで前後せずに敗越した。長儀の結果、勲功の第一が、頼朝、第二が、吉中、第三が行家という順位が確認され、十五位した、ビンゴ神に助任されるが、吉中と差があるとして、不満を述べ、すぐに、備前神に選任する。さらに、 平家木管領のうち90箇所余りを与えられている。山村育ちで無骨な義仲が、法王や貴族らの不況を買う一方、近畿育ちで弁絶が立つ生き家は院内に入り浸り、法王のすごろくの相手などをして取り入った。しかしほどなく、義仲とも不和となり、身の危険を感じて、平家討伐に名を借りて刑を脱出。張馬国で、平智もり、 重平軍との室山の戦いでまたしても敗北を、喫し、河地国の長野城へ立てこもったが、そこでも義仲が派遣した、樋口兼金光に敗れて、木の国の名草へ逃げ込んだ。生来交渉力があり、先導者としてのサイト、剣望術数に長けてはいたが、軍略面での才能には乏しかったようである。義仲が頼朝の派遣した。 よりともの弟の源の則より、吉爪兄弟の軍勢に撃たれた後、雪家は、原略元年2月に、院の飯によって帰京している。その後の、鎌倉源氏軍による、平決追悼には参加しておらず、老いの吉経に接近しながらも鎌倉に、参考しようとはせず、半ば独立した立場をとって、泉国と河内国を支配していた。原略2年、文治元年8月、よりともが、 雪家討伐を図ると、雪家は、壇の裏の戦い後に頼朝ともと不和となっていた義経と結び、10月に、藩頼朝とも勢力を結集して、ご白河院から頼朝とも追悼の院前を受け、四国児頭に部任される。しかし雪家らに賛同する、武士団の連中は少なく、頼朝ともが鎌倉から大軍を率いて上落する構えを、見せると、11月3日、雪家。 義経ツ一行は遠落ちた。途中で、同族である摂津源氏のただ行きならの襲撃を、受けこれを撃退するも、大物の裏で、暴風雨にあって、西国渡航に失敗した後は、次第に追い込まれ、逃亡の末に、泉国姫軍近畿郷の在庁官人、日向、ゴン清美の屋敷に潜伏する。翌文寺2年の5月、地元民の密告により露見し、 鎌倉幕府から命を受けた北条寺典の守兵によって捕らえられ、山城国赤井河原にて、長男、三家、次男、行来と共に残首された、四十数歳だったという、日付イコール旧歴、尊卑文脈の記述によれば、長男、家光の子孫が五代後まで、との官人として存続しており、また三男で僧となった、中南言坊西条の子、溜めては、終わり、 戦国時代には、織田信長の家臣として、長見える中野はじめ康がためてへの光栄を称したほか、同じく、新宮市の当主、新宮行朝も熊野別当家出身の小説があるなど、明確な系譜は不明だが、雪への末裔を称した。創作作品、ありがとうございます。